はい、今回は、映画僕たちの嘘と真実ドキュメンタリーオブケア木坂46を、見てきたっていうことなんですけれども、まあその感想動画っていう感じですね。まああんまり感想動画とかレビューとかネタバレになっちゃうんで、あんまりしない方がいいかなとも思うんですけれども、まあ、聞きたい人だけ聞いてください。まあもともと僕そんな話すの得意じゃないんで、グダグダな動画になるとは思うんですけど、とりあえず今映画見てちょっと買い物して、もう気持ちが高ぶってる間にもう喋っちゃおうかと思うんですけど、まあ、自分そんな欅坂46の熱狂的なファンというわけではありません。もともとねアイドルなんか好きじゃなかった、まあ、もう自分吹奏楽やってたんですけれども、その吹奏楽やってた頃になんかもう AKB のね新しい楽譜がなんかもうバン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 渡されて、なんかどれだけやんねんっていう感じで、アイドルなんかあんま好きじゃなかったんですけど、その欅坂のファーストシングルサイレントマジョリティがたまたまその自分の耳に入ってきて、 YouTube のおすすめ動画にダメなやつなんですけど、その冠番組欅って書けないの、その場面集みたいなねやつがおすすめ動画に上がってきて、ちょっと見ちゃったんですね。ああ、なんかこういうアイドルもいるのかっていうことで、そこからちょっと欅坂に惹かれるきっかけになりましたね。もうだから自分はサイレントマジョリティから、知ってるっていう感じで、でもあまりねその自分住んでるところが関西のど田舎なんで、まともに欅ってかけねもう見れないですし、イベントとか行くこともできないんで、まあにわか止まり、まあ、にわかにもなれない程度の、まあ、その距離感っていう感じで欅坂見てたんですけれども、まあ、今回の映画どうでしょう、アーティストさんだったりその、ジャンルだったりをこう深く見る人とこう浅く見て楽しむっていう2種類こう楽しみ方があると思うんですけれども、なんでしょう、今回の映画はその浅く楽しむ、全然悪いことじゃないと思うんです、浅く楽しむっていうのは。その浅く楽しんでる人が見たらなんかちょっと複雑な気持ちになっちゃって、なんか今まで通り欅坂の曲だったりその活動だったりをこう楽しめなくなるんじゃないかなみたいな、そういう感じがちょっとしました。はい、何ですか、そのずっとセンターだった平手さんがと途中から表舞台からちょっと姿消しちゃうっていう感じになったじゃないですか、欅坂って。冠番組も出てこないし、なんか歌番組出てもあんまりこの何ですか、その初めの頃のようなその笑顔がなくなったりみたいな感じで、そこら辺がなんとなく分かってる人ならまあいいんですけれども、欅坂がその曲が好きであんまりそういう番組とか歌番組とかはあんまり見てない状態で映画見ちゃうとなんかショック受けちゃうのかなっていう気もしますね。本当に自分もこれ どこまで喋っていいのかなっていう、ね、まだ放映がね一度延期になりましたからね、この映画ね、この映画が延期になって、まあでこの9月の4日からまあ全国で公開っていうことになった映画なんですけれども、なんでまだ見てない人いっぱいいると思うんですよね。まあその調べたらこの感想とか
なんかだいぶ詳しく載せちゃってる人とかもいるんで、まあ自分が喋ったからどうってことはないと思うんですけど、なんかすこれから見るっていう人の楽しみをこう損なわせず見ようかどうか迷ってる人の背中を押せるようなコメントってなかなか出ないもんですね。でもそっか、でも欅坂楽しみたいとか少しでも興味あるっていう人だったら、そうか、浅く見てる人でも見た方がいいかな、この映画やっぱり。まあそのこの映画通してというか、ね、その平瀬さんがその表舞台にあまり出てこなくなったとか、そのミュージックビデオの撮影現場に来なかったみたいな話はもう、ね、この確定したり不確定だったり、まあそれは様々なんですけども、その情報の信頼性はね。でもまあそういう話っていうのはもうちょくちょく出てきてた感じですよね、前から。で、なんかそのたんびになんか表現ですか、楽曲の作品の世界観に入れないとか、気持ちが入らないっていうことでその現場に来なかったり、なんかちょっとボイコット気味、まあ結果としてボイコットしちゃうみたいな感じで、ちょっとネットではちょっと荒れたりしてた時期もありましたけども、まあ、この映画を見て思ったのは、その気持ちが入ってないミュージックビデオ、作品にこの感情移入できていないパフォーマンスっていうのをそもそも見たことがないなっていうことですよね。感情移入できないからこのパフォーマンスしたくない、作品の世界観が理解できないからやりたくないっていう理由で、その心が入ってないパフォーマンスっていうのが表に出てないですよね。だからそれが本当にどういう作品に仕上がるのか、その心が入らないとっていうのがわからないですよね。なんかただ踊りゃいいだけだみたいなコメントもちらほら見たんですけれども、そのサイレントマジョリティから始まり、あれですよね、愛しかないとか二人セゾンとか、あのあたりのミュージックビデオとかパフォーマンスとかで、あれは心がこもってこの世界観に没頭してるからみんなが引きつけられるっていうのがあると思うんですよね。だからあのミュージックビデオとかライブパフォーマンス、本当に平津さんがもう世界観に入り込めずに、なんかもうただ適当にパフォーマンスした、だからもう全然感じることが違うかもしれないですよね、もう私たち見てる側が。いつも全力でやってくれてるパフォーマンスしか私たちの前には出てこないわけで、でそれを見て今その見てる側、ファンの側がこう楽しんでるわけじゃないですか。でそこに急に感情を入れれないとか、このどうやっていいかわからないものをポンと出したらね、何言われるかわからないっていうのもあると思うんですよね。だから心入ってる時と入ってない時でだいぶこう違うじゃないですか。このファンのね、方の、まあ、一般のね視聴者の立場で、まあ、自分自身の、まあ、何か表現する機会があったとしてね、まあその学生時代のお芝居でもいいですけども、何かその自分で何か表現しようとか、おっしゃやってやろうっていう時に気持ちが入る時と入ってない時で全然そのお客さんに伝わる結果って違うと思うんですよね。
まあだからその心が入らないからもうやりたくないっていうか、心が入ってないものを出したくないっていうのは、こう映画通してまあそういう考えになっちゃうのも仕方ないかなって思いましたよね。だってあの平瀬さん、なんかその作品の映像のもう世界観にこう入っちゃうタイプって言われてたじゃないですか、憑依型みたいな。そうやってその作品にのめり込む、入り込むタイプだっていうことでこう持ち上げられて、作品がどんどん送り出されていった中で気持ちが入らないものが出ていく怖さって、そこもあるのかなっていう風にちょっと感じました。この作品を見た人の感想の中で4回泣いて1回号泣したみたいな感想をねツイッターで見たんですけれども、まあその気持ちは多分その人はそのすごくいい欅坂がもうその自分の日じゃないぐらいもう大好きなんでしょうね。もう自分でも結構来る部分があって、まあその大号泣はしなかったんですよ正直自分はね。まあそのあんまりそのごたごたしたのは自分が好きじゃなくてですね、この平手さんが表に出る出ないとか、なんかね、メンバーの方がスキャンダルだなんだかんだみたいな感じでこう ネットが一回荒れてたんですよね、僕の見てるところが。なんか荒れてるところを楽しめないんで、僕はもう欅坂とちょっと距離置いちゃって、2期生とか新2期生とか正直わからないんですよ、あんまりちょろちょろと聞く程度になっちゃったんで、はい。でもともとこの関西の田舎なんで欅坂に会うことはまあないですけど、なんていうんですか、欅坂関連に出会うことがまずないんで、より距離を置いちゃったっていうのもまああるんですけれどもね。でもはい、まあでもキャプテンのね菅井さんのコメントとか、副キャプテンの森谷さんとかね、もうチームのこと考えてるのに、あの自分の力じゃできない部分っていうところのもどかしさっていうのかな、そういうのもすごいこのプレッシャーだったんだなっていうのも感じましたし、すごい人がこうチームに一人いたら、なんていうんですか、その人が勝手に持ち上がっていっちゃうみたいな感じあるじゃないですか。野球でもサッカーとかでもこのチームプレーなのに、なんかとある選手ばっかり何かあるとまずその選手みたいな、でそういう中でその選手がぽっかりいなくなっちゃうわけですよね。欅坂の場合は平手さんでいう、まあ不動のセンターはあれは望んだものなのか、もう押し付けられたものなのか、そこはもう本人の感じるところなんで、周りの人がどう言ったりね、この映像作品になったりしても、そこはもう正直本人がどう感じていたかはもう本人が喋るしかないんで、もうこっちが勝手に想像するしかないんですけど、辛いとこありますよね。そうやって何ですか、もうで平瀬さんの場合はもう完全に周りが持ち上げてたじゃないですかね、まあ、本人がそれを喜んでいたのかどうかはまた別として、なんかすごい周りが持ち上げて、なんかどんどん勝手に平瀬さんだけが上がっていって、で急にいなくなっちゃったわけじゃないですか、みんなの前から。でそんな状態になって残された他の子たちの気持ちもね、なんて言うんですか、どうしてくれるんだよこれみたいな感じあるじゃないですか。周りが勝手に持ち上げたやつが急にいなくなって、なんかポジションだけ、すごい高いところのポジションだけ勝手になくなっちゃうみたいな、勝手になくなるじゃないか勝手に持ち上げられて消えちゃったのが
でその穴を埋めるっていうんですか、平手さんパートなしでそのままやった楽曲とかもあるみたいですけど、周りのメンバーもすごい不安ですよね。そんな持ち上げられた人が急にいなくなって、持ち上げられてた人がいる前提で見られるっていう、でその穴どうするのってね、勝手に敷き上げといて何言ってんだよって感じだと思うんですけれども、何言ってんのか自分でも分からなくなってきたけど、なんか思い出したらちょっとね泣けてくるんですねこれ。 あんまりこれ運転しながら喋ることじゃないかもしれないな。これ家で思い返したらなんかまた泣けるでしょうねこれは。メンバー一人一人の頑張りはすごいあるんですけれども、みんなが持ち上げた平手さんのスケールが大きすぎて、なんか誰が何やっても埋まるわけがないみたいな、まあそのデビューしてから5年間、もうこの5年間を2時間の映画にまとめてね、ほとんどしかも裏の話をまとめたわけですから、まあ見る側としてはもう見たことない世界を2時間、しかもめちゃくちゃ濃い2時間を見させられるね。まあその受けるね、それをまあでもその2時間はなかなかの重さがありましたね。なんかどんどん引き込まれるような作品で、まあ、実質2時間経ったとは自分でも全然思わないぐらいこの作品に没頭させられたんですけれども、まあでもどこまで行っていいんだろうな。まあまあいろんなところでレビュー出てるから言っちゃっていいかな。もう、まあ、この映画はもうやっぱり平手さんが欅坂だったんだなっていうのを改めて再認識する結果になったような感じですかね、自分の最終的な受け止め方としては。その平手さんが抜けた欅坂は誰も埋められないのっていうことになるのかな。まあ自分はその欅坂誰が好きっていうわけでも、あんまりないスタンスだったんですけど、この言い方したらまたあれかな。でもなんていうかな、いろんな人がその持ち上げた平手さんが崩れていくのを誰も止められなかったみたいな風に感じましたね、今回の映画を見る限りは。欅坂はまあ5年の歴史に幕を下ろして、また新たなグループとしてまあ再出発するっていうことはもう、先日のねオンラインライブの時に、キャプテンの菅井さんから発表がありましたけども、まさかこんな早く歴史が終わるとはちょっと自分でも思ってなくて、吉本坂どこ行ったんだって感じなんですけど。この何ですか、 AKB から始まってこう表にちゃんと出てきたこの秋元系列のグループがこんなあっさり消えちゃうかっていう、
感じですよね。まあ、この映画は平手さん原因の映画というか、平手さん軸で、まあ、カメラを回した映像で構成されてるっていう感じなんですけれども、まあメンバーぽつりぽつりといなくなって、本当にサイレントマジョリティの頃のあの感じはどこ行ったんだっていうと感っていうのがまあ正直なところなんですけど、なんだろうな、これ歴史っていうんですか、欅坂デビューというかその結成から今までをもう一回ちゃんと振り返って、その歩んできた歴史の知識をもう一回頭に入れてからこの映画もう一度見たいですね。そうしたらまた違う感想になったり、見えてなかったところが見えてくるのかなっていう、まあ、このいうあのドキュメンタリー系の映画あのいろんなグローブで作られて、まあ、見たの初めてなんですよ欅坂が。なんで他のやつはどういう仕上がりになってるのかっていうのは全くわからないんですけど、なんて言うかな、まあネットではね、いろいろ誹謗中傷的なコメントもいっぱいあって、なんかそれを煽るような報道とかもね、あの週刊誌系であったんでまああのイメージ悪い人もいるかと思うんですけれども、まあみんな頑張ってたんだな本当にっていうことがまあ再認識できて、まあそのもう一回欅坂しっかりその知ろうというか見直そうかなっていう気持ちになりましたね。難しいですよね本当に、結成して1年経たずに出した曲でその年の紅白まで行っちゃってってすごいですよねもう駆け上がり方が半端じゃないっていう、まあその振り幅っていうかその代償が急に返ってきて誰も受け止められなかったっていう感じなんでしょうかね。人の心は分かりませんからね、もう本当に下向いててもなんか楽しんでる人もいてたら、上向いて悲しんでる人もいてるし、前に立って喜ぶ人もいてたら前に立って悲しむ人もいてるし、なんか嫌な人もいてるしね。なんかでもそれが その采配が良かったのかどうかなんかもう結果論ですからね。だいぶ長いことぐだぐだ喋ってるけど、まあまあ結論としてはもうやっぱり欅坂はなんだかんだでもう一度楽しんでみようかなっていう気持ちが出てきました。まあ結論としては、まあ、欅坂46、まあ、もう一回楽しもうかなっていう、まあ、もう一回みんなのその頑張りっていうんですか、まあ、この一視聴者側が言う言葉じゃないとは思うんですけど、その作品をもう全力で楽しむのが一番かなって思いましたね。平手さんがいないライブは平手さんがいないライブでしかできない感動もあるでしょうし、いてたらいてたなりの楽しみがありますし、
残りわずかになりましたけども、その欅坂で活動するその番組とかイベントで、そこからまた新しく生まれ変わるグループも、どういうグループになるのか分かりませんけど、楽しみに次のスタートを待とうかなっていうふうに思いました。まあ、こんなクソみたいな感想動画なんですけど、もしこの動画見て、欅坂のちょっとでも興味あるんだったら、あの映画見てもらいたいなって、それでどう思うかはまたね、個人の価値観というか感性なんで、そこは何とも言えませんけど、一度見てみてくださいっていう感じですね。ご視聴ありがとうございました。